どうもファルコン武田です。今日はリックフットを捕まえに行きたいと思います。なんかどうやらいるらしいので、捕まえた経験はないです。頑張りたいと思います。やってきました。なんかどうやらここにビッグフットがいるらしいっすわ。どこやビッグフット、どこにいる。雨がすごいな、雷がすごいな、やばないこの雷。なんでこんな天気に来たの、アホやろ。現在時刻は朝6時です。少しずつ、夜が明けてきて、そして雨足もだいぶ収まってきました。相変わらず雷鳴は鳴ってますけど、今日はビッグフット捕獲日和なんじゃないかなと。で、一回キャンプに戻ってトラバサミとかそういう罠とかも一式装備して、しっかりとした準備のもと、次こそ今日こそビッグフットを捕まえたいと思います。頑張ります。よし、では今日こそビッグフットを捕まえたいと思います。 Day 2、 アイテム一式、一新してトラバサミもゲットしました。この罠とライフルといろいろな武士を使ってあいつを捕獲したいと思う。頑張ります。天気も良好、昨日と比べて雨も降っていない。いけるぞ。ちょっと分かりやすいところに罠仕掛けとこう。ここら来るかな。多分森とかっすよね、多分ね。森とかやと思うんです。でこことかな、いいんじゃない。ああ、いえ。おお、この生肉で、ビッグフットが誘われて、このトラバサミで、足首、ギチャギチャにして、捕獲。作戦は完璧ですね。問題は、奴がこれにかかるか。なんや、今の声。ビッグフットか。どこにおんねん、ビッグフット、これ。もう、まったくおらんやん。おい。こんかな、これで、ライフルで。くんちゃん。音に誘われて。おれ。おれ。来てくれ、ビッグフット。来てくれ。ビッグフット。あ、テントあるやん、テント。あ、すごい、何これ。ツーリストのキャンプ2。誰か NPC とかおらんのかな？多分、ここにいた人も、あれやろな。ビッグフットを捕まえに、来たんでしょうけど、なかなかいずに、帰ってもたやろな、もう。装備残すだけ残して。おらんもん、あいつ。暗視カメラ。おお、すごい。おお、まあまあ見える。おお、暗視カメラめちゃくちゃ見える。何あれ。あれ、罠ちゃん。これ罠じゃないですか。先人が残した罠かな。ハンモックか。でもハンモックが明らかに、人の手ではない何者かによって破りちぎられています。これは、ビッグフットの手がかりになるんじゃないでしょうか。たどり着きましたね。もう、奴と出会うのも、目前。全くおらんなぁ。おんのか、本当にこれ。ビッグフット。時刻は、時刻は11時53分、回ったところです。二日目、ビッグフット、正体表さず。やっぱりまあこういうのは根気、気力の戦いになるとはまあ想定はしてたんで。うわぁ！ボールやんけ、ビッグフット！嘘やろ！俺テントで寝てたのに！なんであいつあんな攻撃的なの？時刻は8時34分、朝です。
前夜はビッグウッドにテントを食い破られてしまいまして、命からがら、キャンプ地まで戻ってきました。今日はちょっとこのままではもうね、堂々巡り一緒のこと、同じことを繰り返しなんで、作戦を練りたいと思います。この前回も使ったこのトラバサミ、これに集中して、トラバサミだけを見つめながら、奴が来るのを待つ作戦。動き回っても無駄ということがね、ちょっと分かってきたんで、とりあえずお肉を、分かりやすいところに置きまして、こうやってね、ビッグウッドが来たら、このトラバサミに足が引っかかり、動けず、私がライフルで頭を一発で射抜くと、そういう算段になってます。うまくいくかわかりませんけど、多分これぐらいしないと奴は捕まらないと思う。正直真正面からやり合ったとしても絶対に勝てないぐらいの体格差あるので、ライフルも食らうかどうかわからない。でもまあ、どんな生物も顔面撃ちゃうね、大概の奴は死にますから。で、あとはもうこれ潜伏ですね。ビッグフットが来るのを潜伏、ただ待つ、それだけです。すごい、ドローン飛ばせる、操れんの。おお、これいいな。爆薬も積まれてるやん、すごい高性能ですねこれね。自分が動かずどうも。これ離れて、罠を見守るのもいいかもな。いろんな臨機応変、いろんな対策を取れる、ドローンがあれば。ちょっと操作はいびつやな。まったくこんわ。ビッグウッド。いつ来んねん、これ。こんなぁ。ビッグウッドや、ビッグウッドや。一体俺トラバサミかかってどうすんねん。待て、だから俺トラバサミかかってどうすんねん。もうなんやねんこれ。時刻は19時34分回ったところです。トラバサミ作戦はちょっと残念な結果に、なってしまいましたけども、絶対にね、こうやって根気よく続けていけばこいつが捕まると思うんで、諦めずに。ちょっとまあ夜になってしまったんでね、夜で歩くの危ないんで、次の日デイ4必ず捕まえたいと思う。待っとけよ、やろう。ビッグウッドや、ビッグウッドの声がする、ビッグウッドや、ビッグウッドや、ビッグウッドや。はや、これ勝てるわけないやろ、こんなもん。ちょっと待って、この上の上の赤いバーって体力バーけ、これなあ。俺今ライフル3発ぶつけてんけど、嘘やろ。ビッグフット、嘘やろ。ということでですね、ビッグフット、捕獲失敗と。このゲーム、基本的にはマルチで、やるというゲーム。このビッグフットの体力を見ればわかると思うんですけど、我々一般市民では勝てる敵ではない、そういうことが重々、分かりました。ですので、もし皆さんもね、このゲーム、Steam で1500円で売っております。まだ早期アクセスなんで、どんどんブラッシュアップされて、アップデートされて、より精巧な作りになり、
もしかしたら大化けしてゲーム業界席巻することも可能だと私は思ってるので、もし機会があればぜひお手に。お疲れ様でした。またこのビッグウッドと戦う時が来るのならば、いつか必ず